ワラキアはルーマニア南部の地方名である。ルーマニアの首都ブカレストがある地域で、かつては14世紀に建国されたワラキア公国があった。ここでは古代に始まり、モルダビアと統合して、ルーマニア王国が成立するまでのワラキアの歴史を主に記す。ワラキアという地名は、ブラフ人の国という意味で、ルーマニア国外では慣用的に使われている故障である。 ルーマニア語には、道義のバラヒアという呼び名もあるが、ルーマニア国内では、ルーマニア人の国を意味するザラ・ロムネ・ヤスカの方がより、一般的である。ワラキアは、ドナウ川の北、南カルパチア山脈の南に位置する。オルト川で東西を分け、東部をムンテニア、西部をオルテニアと呼ぶ。モルダビアとの境は、伝統的に、ミルコブ川となってきた。 ドナウ川川口の南北を領するのはドブルジャである。首都とされた都市は、時代と共に移り変わり、クムプルングからクルテアであるジェシュ、トゥルゴビシテ、そして16世紀後半からブカレストが首都となった。ローマ時代の属州ダキア。紫色部分、第二次ダキア戦争の際、オルテニア西部が、ダキア属州の一部となり、ワラキアの一部がも、エシア属州に併合された。 ローマのリメスがオルト川沿いに建設された。2世紀中に国境線は東へわずかに伸び、ドナウ川からカルパチア山脈にあるルカルへ拡張した。国境線は245年にオルト川まで退却し、271年にローマ人らはこの地域から撤退した。ムレシケルナイホフ文化をもたらしたコート族やサルマタイ人やさらに別の遊牧民族が、 現在のルーマニアの大半を侵略した民族移動時代にもローマ文化の浸透は進んだ。328年、ローマ人がスキダバとエスクスの間に橋を架けた。これはドナウ川北方の民族との大規模な交易があったことを示唆するものである。332年、コンスタンティノス一世がドナウ川北岸に定住していたゴート族を攻撃し、その後、 コンスタンティヌス一世のもとで短期間はラキアが支配されていたことが立証されている。ゴート族はドナウ川北岸、後に南岸に定住した。ゴート族支配は、ン族がパンノニア平原へ到着し、アッティラの統率したドナウ両岸にあった約170カ所のゴート族の定住地が攻撃され破壊されて終焉を迎えた。5世紀から6世紀にかけて、 東ローマ帝国の影響があったことは、一ポテシュティクンデシュティの遺跡などにより、明らかである。しかし6世紀半ばから7世紀にかけて、スラブ人がワラキアへ移動し始め、定住した。スラブ人は、東ローマへの経路にあたるドナウナンを占領した。593年、東ローマの将軍プリスクスは、スラブ人、アバール人、ゲピドビトを打ちまかした。602年、 スラブ人は手ひどい敗退を喫した。マウリキウスミカドは帝国軍にドナウ北岸へ展開するよう命じたが、軍の強固な反対に直面した。ワラキアは第一次ブルガリア帝国が681年に成立した際に支配され、10世紀後半にマジャル人がトランシルバニアを征服するまで続いた。 ブルガリア帝国が衰え東ローマ帝国へ従属するようになると10世紀から11世紀にかけ勢力を拡大してきたトルコ系のペチェネグ族がワラキアを支配下に置いた1091年頃に南ロシアのクマン人がペチェネグ族を敗退させモルダビアとワラキアの領土を支柱に入れた10世紀初頭以降の東ローマ、ブルガリア、ハンガリーの文献遅れて 西欧の文献により、ルーマニア人の小勢力が、最初はトランシルバニアで、12世紀13世紀には、トランシルバニア東部やカルパチア山脈南部で、クニャズやボイボドに引きられて乱立していたことが、記録されている。1241年、モンゴルのヨーロッパ侵攻で、クマン人支配は、終焉を迎えた。ワラキアは、モンゴルの直接支配を受けたと思われるが、立証されていない。 その後、ワラキアの一部は、しばらくの間ハンガリー王国とブルガリア人の間の、軽装地となったようである。しかし、モンゴル侵攻を受けたハンガリー王国の極度の弱体化が、鉄大、ワラキアでは新たに強固な諸勢力が確立されることになった。これら諸勢力は、数十年間存続したことが実証されている。ポサドの戦い。14世紀ハンガリーの年代期。 クロニコンピクトゥムより、ワラキアのボイボドについて、初めて記された文献には、カルパチア山脈の両側の土地を支配していた、ワラキア港リトボイに関連する記述が登場する。リトボイは、ハンガリー王、ラースロー4世へ徴降することを拒んだとされる。リトボイの後を継いだのは、弟のバルバトであった。さらなるモンゴル侵攻で、ハンガリー国家の弱体化が続き、 アールパード王家が崩壊したことで、ワラキア諸勢力の統合、そしてハンガリー支配からの脱却の道が開けた。ワラキアの建国は、伝承によれば、ワラキア公、ラドゥネグルの業績とされてきた。ラドゥネグルは、歴史学上は、オルト側の両岸に支配を確立し、ハンガリーをカーロイ一世に対し反乱を起こした、バサロブ一世に否定される。アルジェシ地方のクネズであった、 バサラブ一世は豪族たちをまとめ上げて、バサラブ長初代の大となり、クンプルングに宮廷を構えた。バサラブ一世は、ファガラシュ、アムラシュ、セベリンのバナトの領土をハンガリーへ割上することを拒み、1330年のポサダの戦いで、カーロイ一世異軍を撃破したことによって、ワラキア公国の独立が達成された。バサラブは東へ領土を拡張し、 後のベッサラビアとなる、侮弱のキリアにまで至る領土を支配した。しかし、バサラブ一世の後継者らは、キリアの支配を維持することができず、キリアは1334人頃の外人によって奪われた。バサラブ一世の次に、ワラキア公となったのは、ニコライ・アレクサンドルで、ニコライの次は、ブラディスラフ一世が継承した。ブラディスラフ一世は、ラヨシュ一世が、 ドナウ川南部を占領すると、トランシルバニアを攻撃した。1368年には、ラヨシュ一世を代王と認めることを余儀なくされたが、同じ年に、再び反乱を起こした。ブラディスラフ一世の統治時代にはまた、最初のワラキアオスマン帝国間の紛争が生じた。タイトルコ戦では、ブルガリア皇帝、イヴァン・シシュマンと同盟を結んだ。 ワラキア公ラド一世とその後継である、ダン一世の下では、トランシルバニアとセベリンの領土が、ハンガリー王国との間で争われ続けていた。バサラブ一世以降、ワラキアの統一的統治者は、公と呼ばれる。それぞれが大土地所有者であるボイエリは、自身の領地から不益と十分の一税を取り立て、紙幣を有する封建領主であった。建国より十六世紀初頭まで行は、 バサラブ朝の世襲であったが、調子相続性は確立されず、公家の男子なら誰にでも即位する資格があった。ボイエリたちは自分たちにとって、都合のいい候補者を立てて、相争った。そのため、貢献は弱体で、公は、終身制と決まっているわけではなく、ごく短期で交代したり、同じ人物が二度、三度行為に就くこともあった。公は、役職者及び、無冠の大、 おいりによって構成される、皇室評議会に補佐されて、統治を行った。役職には、宮廷における、最高の役職である、大乗官、皇室宮廷の最重要役職である、宮内教、広告収入を処理する、大倉教、儀式で、公やの刀剣を保持する、皇剣保持職、皇室松塚さ及び具武者係の署名料、皇庫室の管理にあたる、自重、皇及び、 公の客をもてなす、内善頭、公室用ワインの管理、購入薬の市中食等が存在した。公は建前上、立法権、行政権、司法権、統帥権の全権を保有するとされていたが、その権力は公室評議会によって著しく制限されているのが実態であった。ミルチャ一世からラド大公の時代ラキ屋の権を表した地図。 1390年頃バルカン半島全体が勃興したオスマン帝国の数要部分となることで、ワラキアはトルコとの常習的な対決で時を費やされるようになった。ミルチャ一世時代末期にはワラキアはオスマン帝国の属国となった。ミルチャ一世は、はじめ数度の戦いでトルコを敗退させ、敵をドブルジャから駆逐して、短期間ながら自身の支配をドナウデルタ、 ドブルジャ、シリストラにまで広げた。彼は、神聖ローマ皇帝、ジギスムントと同盟しながら、一方で、ポーランのヤギエオアサとも同盟を結んだ。1417年、メフメト一世が、トゥルヌマグレレと、ジュルジオ支配下に置いた後、ミルチャ一世は、オスマン帝国の総支権を受け入れた。この二つの港町は短期間の中断があったものの、 1829年まで軍直轄地としてトルコの支配下に置かれた。1418年から1420年、ミハイル一世がセベリンでトルコを任したが、ミハイルはトルコの反撃で戦死した。1422年、ダン二世がハンガリー軍人ピッポスパノの助けを得て、村と二世異軍を打ちまかし、対トルコ危機はしばらくの間はラキアから遠ざかった。 1493年のニュルンベルク年代記に描かれたワラキア1428年に和平が結ばれるとワラキア国内の危機に入った。ダンニセイはラドプラスナグラバから自身を防衛しなければならなかった。ラドは規定のワラキア港に対抗して率先してボイエリ連合と手を結んだ。1431年にボイエリ側は勝利を収め、 アルデアはおよそ5年間行為にあったが、ボイエリラは、アルデアの異母帝、ブラド2世から継続的に攻撃を受けた。そのブラド2世にしても、やはりトルコの大罪少府と神聖ローマ帝国の間で、妥協を図ろうとした。しかし1444年のバルナの戦いで、スルタンムラト2世軍に、キリスト教国連合軍が大敗した後、ブラド2世はトルコに従属するたなくなり、 ハンガリーの将軍フニャディアーノ氏と敵対するようになる。その後の10年間は、同じバサラ部長ながら、第1世に始まるダネシュティケと第1世のおいのブラド2世に、始まるドラクレシュティケとの公焼くらい争い、ハンガリー王国摂政となったフニャディアーノ氏の、影響力増大、ブラディスラフ2世の中立的支配の後の、ブラド2世の次男ブラド3世の交流が目立った。ブラド3世時代に、 ブカレストは、ワラキア港の居住地として、初めて歴史上に名を表した。ブラド三世は、反抗的なボイエリたちに恐怖政治を敷き、ボイエリとオスマン帝国とのすべてのつながりを断ち切った。彼は1462年、トゥルゴビシュテの野州において、メフメトニセイ軍に打撃を与えたが、トゥルゴビシュテへ退却を強いられ、以前よりさらに多くの兆候を飲まされた。ブラド三世時代には、 イスラム教徒に改修した実定ラドゥ三世イビナン公やバサラブ三世ライオタとの対立がタイトル古戦と並行して続きハンガリーオマーチャーシュ一世軍のワラキア進行モルダビア公ウステファン三世のワラキア占領ラドゥ三世によるワラキア征服とその島での11年間の支配といった事態を招いた1495年にワラキアコとなったラド四世は ボイエリラといくつかの妥協をし、彼は、モルダビア公ボグダン三世との衝突があったものの、国内の安定した時代を守った。ミフネアチェルラウ公からペトルチェルチェル公まで15世紀後半には、有力なボイエリで、オルテニアの番として事実上の独立した、支配者であったクライオベシティケからの行為就任が見られた。ワラキア公ミフネアチェルラウと対立していた、クライオベシティケは、 オスマン帝国の支援を求め、ミフネアに変えて、ブラディズを公くらいにつけた。このブラディズがバンに対して敵意を示すと、バサラブ家は、クライオベシュティ家出身のワラキア号、ネアゴエ・バサラブの台頭で公式に断絶した。ネアゴエ公の収めた平和な時代は、文化的交流が特徴的で、また、ブラショフとシビウにおけるトランシルバニア作戦セ人商人の影響が強くなった。 そして、ワラキアは、ハンガリーをラヨシュ二世と同盟関係にあった。ネアゴエの子、テオドシエが、ワラキア公となってから、再び4ヶ月間にわたる、オスマン帝国の支配を受け、ワラキアにおけるパシャルク創設を目論んだと見られる、軍勢が敷かれた。この危機が、ワラキア公、ラドゥデラアフマツヨシエンスべくすべてのボイエリを結集させた。ラドは、 クライオベシュティケとスレイマン一世との合意の後、戦いに敗れた。ラドゥコーは、結局スレイマンの地位と総試権を認証し、以前より多額の兆候を収めることを承諾した。16世紀後半のワラキアオスマン帝国の総試権はそれから90年間を通じて事実上、脅かされることなく続いた。1545年にスレイマンによってクライを追われたワラキアコー。 ラドゥパイシエは、同年に、オスマン市政に対しブライラ号を譲渡した。ラドゥパイシエの後継、ミルチャ・チョバヌルは、財産相続権を与えられることなく公くらいにつくことを強要され、そのために自治権縮小を飲んだ。ボイエリの一族らの間の対立が、パトラシクチェル文庫時代を緊迫し、ボイエリが、支配者以上に優勢を誇ることが、ペトルチェルトゥナル公、ミフネアトルチトゥル、 ペトル・チェルチェル時代には、露骨となった。ボイエリたちは、西欧の貴族のような称号を持っていなくとも、財産に物を言わせて、官職を買うことは可能であったし、その上イスタンブールのスルタンや大宰相に献金を、すれば、こうという最高位も変えた。また、オスマン帝国の方も、古くからあるボイエリによるワラキア公選挙制を、残しつつも、 帝国のオス人物が有利になるよう買収を行うことは珍しくなかった。同時代のオスマン帝国領ハンガリーやバルカン諸民族と違い、ワラキア、トランシルバニア、モルダビアの3考国が帝国に占領されずパシャ領にもならなかったのは事実である。しかし、帝国は上記の3考国を属国とみなしていたのである。オスマン帝国は オスマン帝国軍の物資供給と維持管理のため、ますます、ワラキアとモルダビアの徴税に頼っていった。一方で、地元ワラキアの軍は、強いられる負担の増加や、傭兵軍の方が、はるかに効率的であることが明白となったことから、やがて消滅してしまった。1595年、ジュルジュでのミハイユ観光とトルコの戦闘当初は、オスマン帝国の支援を利用して、 1593年に、ミハイユーカン公が、ワラキア港くらいに着いた。ミハイは、トランシルバニア港、バートリ・ジグモンドとモルダビア港アロンボダと同盟を結んだ上、ドナウの南北岸で、村と三世異軍を攻撃した。ミハイはやがて新生ローマ皇帝ルドルフ二世への進化に入り、1599年から1600年には、 ポーランドリトアニア共和国時代のポーランドをジグムント三世に対抗してトランシルバニアに干渉しトランシルバニアをミハイの支配下に置いたミハイの支配は短かったものの翌年にはモルダビアへ拡大した短期間ながらミハイはルーマニア人の住む全地域を統合し古代ダキア王国の主要部を再興したミハイの没落につれてワラキアはシミオルモビラ率いる ポーランドイコールモルダビア連合軍に占領された。モビラによる占領は1602年まで続いたが、同年にはトルコ系の野外人による攻撃を受けた。オスマン帝国の拡大における最終局面では、ワラケアの緊張が増大した。政治支配に続き、オスマン帝国が経済的主導権を握り、首都であったトゥルゴビッシュ手が見捨てられ、ブカレストが選ばれた。 ミハイユ観光地下では、荘園での収入増加策として、濃度性が確立され、下級、ボイエリラの重要性は薄れた。その上、土地所有よりも、行為官職に任命される重要度が増したことから、金で官位を買うべく、ギリシャ人とレバント人にするより、これら一族の流入をもたらすことになった。この家庭はすでに17世紀初頭のラドミフネア、高時代に地元、 ボイエリによって不快に思われていた。ボイエリによって任命されたマテーバサラブは、1653年のフィンタの戦いを除けば、ワラキア公として比較的、長い平和な時代をもたらした。フィンタの戦いの後に、ルプが行為を追われ、マテイ公の息のかかったゲオルゲシュテファンがヤシで、モルダビアくら位についた。ゲオルゲシュテファン公と、マテイの後継である。 コンスタンティンシェルバンの密接な同盟関係はトランシルバニアの支配者ラーコーチー・ジョルジ2世によって維持された。しかし、オスマン支配から独立するための3公国の計画は1658年から1659年にかけ、襲ったメフメト4世軍に打ち破られた。スルタンのお気に入りであったグリゴレ一世ギカとゲオルゲギカの統治は そのような犯行を未然に打ち砕くためのものであった。しかし、それが、ボイエリであるバレアヌケとカンタクジのケとの間のち、生臭い衝突の引き金となった。この構想は1680年代まで、ワラキア市場の大事件であった。カンタクジのケは、同盟を結んでいたバレアヌケとギーカケに脅かされ、まずアントニエ・ボダヤ・ゲオルゲドカといった、カンタクジノケが選んだ、ワラキア港を講演し、 後には、同族から、ワラキア公を出した。それが1678年から10年間、ワラキア公であった、シェルバン監督ジノである。シェルバンは、ブカレストに、広告発の学校を創立し、各種の活人札機の導入に同意した。シェルバンは、ルーマニアキリル文字で書かれたルーマニア語訳聖書の、編纂も命じた。この聖書はその後長きにわたって、 ルーマニア正教会で用いられた1699年のバルカン半島の地図。オスマン帝国領及び属国はピンク色の地域ワラキアは1690年前後の大トルコ戦争の終盤、ハプスブルク帝国による侵攻の標的となった。当時、ワラキア公コンスタンティングルンコベアヌは秘密裏に反オスマン連合を形成するための交渉を行っていたが失敗に終わった。 ブルーンコベアヌの統治時代は、高キルネサンス文化が花開いたことで知られる。そして同時に、ロシア皇帝ピョートル一世の下で、帝政ロシアが台頭した。ブルーンコベアヌは、ロト戦争の最中ピョートル一世の接近を受けた。しかしスルタンアフメト三世にロシアとの交渉を知られてしまい公くらいを失い、逮捕され、イスタンブールへ連行された。 そして3年後の1714年8月、ブルンコベアヌは4人の息子たちと共に残主刑に処された。ワラキア公主テファン・カンタクジノは、ブルンコベアヌの政略を非難したにもかかわらず、自身も、ハン・オスマン帝国に回りハップスブルク家の計画に加わり、オイゲンフォン・ザボイエン率いるオーストリア軍に対し、ワラキアを通過できるようにした。カンタクジノも、公らから追われ父、 おじとともに、イスタンブールへ連行され、1716年に3人とも、処刑された。ステファン・カンタクジノの敗因後すぐに、オスマン帝国は、単なる形式と出していた、ワラキア公選挙制度を廃止した。ワラキア、モルダビア両公国の君主は、イスタンブールのファナリオティスの中から任命されていた。モルダビアでは、ディミトリエ・カンテミール公の後、 ニコライ・マブロコルダトが公に就任し、ファナリオティス支配は、マブロコルダト公によって1715年に、ワラキアへも導入された。ボイエリと公の間の緊張関係により、ボイエリの大多数に免税特権が与えられたことで、超税対象者が減り、その結果、広告全体の課税は増額された。マブロコルダトは、貨幣経済の成長を容認し、 小園生の衰退をもたらした。午前会議において、ボイエリ集団の力が増大したのも事実である。同時に、バラキアは、オスマン帝国対ロシア、またはオスマン対ハプスブルクの戦争の連続で、戦場となっていった。マブロコルダット自身は、ボイエリの反乱によって、行為を追われ、オード戦争の最中に、ハプスブルク軍によって逮捕された。 戦争後のパッサロビッツ条約で、オスマン帝国は、オルテニアを神聖ローマ皇帝カール六世へ、割上した。オルテニアは、啓蒙主義支配の影響を受け、すぐに地元ボイエリーラが覚醒させられた。オルテニアは1739年の、ベオグラード条約によって、ワラキアへ復帰した。国境線の変更を勝ち取ったワラキア公コンスタンティン、マブロコルダとは、 1746年に、濃度制の公式廃止を実施した。この時代、オルテニアのバンは、住居を、クライオーバからブカレストへ移し、またマブロコルダとの命令で、バンの指的な財源を国庫に統合した。これが、中央集権政権へと向かう流れとなった。ブカレストに到着したフリードリヒオジアスフォン、ザクセンコーブルクイコールザールフェルト軍。 1789年ロト戦争最中の1768年、ワラキアはロシアによる最初の占領下に置かれた。1774年の旧竹海ナルジ条約は、オスマン帝国属国内に住む聖教会信徒の保護をロシアに委ねたため、オスマン帝国による圧力が弱まり、ロシアの介入を許すことになった。この条約には、 義務となってきたトルコへの徴候の減額も含まれていた。同時にトルコは南ブーフ川とドニエプル川に挟まれた地域をロシアへ割上したため、初めてロシア領土が国会沿岸に達した。やがて国内は比較的安定し、ワラキアはさらにロシアの干渉を受けるようになった。ロト戦争の最中、フリードリヒヨージアスフォン、ザクセンコーブルクイコールザールフェルト率いる。 ハプスブルク軍がワラキアへ入国し、1789年に、ワラキア港、ニコラエ・マブロゲニを退位させた。この危機に、オスマン帝国の影響が復活した。オルテニアは、オスマン・パズバントグルの遠征により荒らされた。パズバントグルは強力で反逆的なパッシャで、パズバントグルの反乱の影響により、ワラキア港コンスタンティン・ハンゲルリが、 反逆罪の容疑をかけられ1799年に処刑されることにもなった。1806年、ロト戦争は財務カレストのワラキアコーコンスタンティン・イプシランティが午前会議の決定によって退位させられたことが原因の一つとなって引き起こされた。この退位はナポレオン戦争の進展に合わせフランス第一帝政によって誘発されたのだった。これには 旧中海なる事条約の影響が見て取れるでは、ロシアの政治的影響力に対して許容的な姿勢が見られた。この戦争で、ワラキアは、ミハイル・アンドレイエビチ・ミロラドビチ将軍率いるロシア軍に占領された。1793年から1812年のワラキア公国。緑色の部分1812年のブカレスト和平条約後のヨアン・カラドジャ公時代は、 ペスト大流行で知られるが、また、文化、産業の育成事業において知られている。この時代のワラキアは、ロシア帝国の拡大を警戒するヨーロッパ諸国の多くにとっての戦略上の用地となっていた。ブカレスト和平条約でロシアは、正式にベッサラビアを併合し、モルダビア公国と近接するようになったためである。領事館がブカレストで開設され、 スリツ商人に対し恩恵を与え保護することを通し、間接的ながら、ワラキア経済への大きな効果を及ぼした。スリツは、やがて、地元ギルドに対し、競争力で優位に立った。19世紀初頭1821年、ワラキア公アレクサンドルスの死は、ギリシャ独立戦争の勃発と同時期であった。スの死により、ボイエリによる、殺傷体制となり、 スカルラとカリマキがブカレストで公くらいにつくべくやってくるのを妨害しようとした。同時に起きた1821年のワラキア放棄はトゥドル・ウラジミレースクが民兵の狩猟として引き起こした。ウラジミレスクはギリシャ系による支配の転覆を狙っていた。しかしウラジミレースクはフィリケエテリアに属するギリシャ人革命からと妥協し、摂政らと同盟した。その一方で、 ロシアの支援を求めた。1821年3月21日、ウラジミレスクはブカレストへ入った。その後数週間で、特にウラジミレスクがオスマン軍に対抗する準備をしながらも、オスマン帝国と合意を得ようとしたため、ウラジミレスクと同盟者の間の関係は悪化した。フィリケーテリアの指導者、アレクサンドル・イプシランチは、モルダビアで放棄した。 その後5月、ワラキア北部で同盟が崩壊したとみて、イップシランチは、ウラジミレスクを捕らえ処刑した。このために、イップシランチは、ウラジミレスク側についていたパンデルやロシア帝国の、後ろ盾なしに、侵攻してきたスルタンの軍と直面することとなった。イップシランチ軍は、ブカレストとドラガシャニで大敗を起死した。これらの反乱でファナリオティスの大多数がイップシランチ。 率いるフィリキエテリアを支持したのを受け、スルタンマフムト2世は広告を占領し、また、ファナリオティス支配の終結を裁定した。ワラキアでは、1715年以降初となる、ワラキア出身のコーグリゴレ4世議家が即位した。ワラキアの残部を国家領土として、新体制が発足したが、議家による支配は、ロト戦争による破壊で短期間に断ち切られた。百三十七年、 ワラキアでの立法議会1829年のアドリアノーノ・オプル条約でオスマン帝国の総主権が打倒されることなく、ワラキアとモルダビアはロシア軍政下に置かれ、両国には初の合同行政組織と議事的憲法である組織規定が与えられた。オスマン帝国はそれまでの軍直か地、ブライラ、ジュルジュ、トゥルヌ・マグレデをワラキアへ返還した。条約により、 ワラキアとモルダビアには、オスマン帝国以外の国との自由貿易が許可され、高い経済成長と都市の発展、農民の生活状況改善につながった。多くの条項が、1826年のロシアトルコ間のアッケルマン条約によって規定された。両公国の統治権限は、ロシアの将軍パーベルキセリフに委ねられた。この時期には、ワラキア軍の再設立、全方改正、 ブカレストや、タトシにおける大規模な都市基盤整備など大きな変化が続いた。1834年、ワラキアの行為はアレクサンドル2世議以が得た。アドリアノープル条約に反し、喫カは新たに設立された立法議会によって選ばれていなかった。喫カは1842年に創始国から地位を追われ、議会が認定した公ゲオルゲビベスクにとって変わられた。 1840年代から1850年代革命によって挙げられた三色旗の図案この三色はナショナルカラーとして後のルーマニアとモルドバへ受け継がれていくこととなる1848年革命の活動家が初期のルーマニア国旗を掲げるザ・アレクサンドル二世に以下の戦王と厳しい保守主義支配に対する抵抗や自由主義の台頭と急進主義の勃興はイオン・クムピネアヌによる 抗議活動の形で初めて表面化した。そのために、ますます政府打倒の陰謀が増え、ニコライ・ワルチェスクやミティカ・フィリペスクといった若い士官らによって結成された秘密結社に勢力が結集していった。1843年に結成された秘密結社、フラツヤは、1848年には、ゲオルゲビベスク政権を倒す革命、及び組織規定の無効化を計画し始めた。 フラツヤアラのワラキア全独デターは最初、群衆が6月9日のイスラス宣言に喝采を送ったトゥルヌマグレレ付近で成功しただけであった。宣言には外国による保護制廃止、完全独立、農地解放、国民防衛隊の創設が盛り込まれていた。6月11日から12日、運動はビベスク港を退位させることに成功し、臨時政府が設立された。 オスマン帝国は革命の反ロシア的な目的に共感を感じていたもののロシアの圧力で革命運動を抑えつけた。トルコ軍は9月13日ブカレストへ入った。ロシアとトルコの軍は1851年まで占領を続けた。退位したビベスク港の次にワラキア港となったのはロシア皇帝とスルタンから指名されたバルブ・ディミトリー・シティルベエで、 革命関係者の多くが国外へ亡命した。クリミア戦争の間ロシアによるワラキア占領が事実上再開され、戦後にワラキアとモルダビアは中立国オーストリア帝国管理に置かれ、パリ条約に基づいて新たな地位を与えられた。条約にはオスマン帝国による総主権をヨーロッパ列強の保障付きで認めること、列強の会議、 カイマカム主導の内政管理などが盛り込まれていた。ドナウ広告合同を目指す運動が持ち上がり、フランス帝国とサルデーニャ、ロシア、プロイセンが援護した。しかし、他のすべての保護国は拒絶するか不審視した。1857年のワラキアでのディバン激しい運動の後、正式なモルドビアワラキア合同広告が最終的に承認された。協定によって、それぞれの広告は、 現地出身の公焼と議会と選挙制議会を持つものの両広告共通の司法裁判所を持つことになった。おイえリの特権はこの時に廃止された。それにもかかわらず、1859年の暫定議会選挙は法解釈の余地をつくことができるものであった。自由主義政党パルティラナツヨナラの合同主義者として立候補した軍人がアレクサンドル・ヨアン・クザが1月5日に モルダビアでモルダビア港に選出された。同様の投票結果が得られると合同主義者らが予想したワラキアでは最高会議において多くの反合同主義者が会り咲きを果たし多数派となった。このような状況でブカレストに集まった群衆が抗議行動を起こすと議員らの支持傾向に変化が生じた。2月5日、クザがワラキア校に選出された。 これに伴いクザは、モルドビアワラキア合同広告の公として、承認された。これで事実上の合同を果たしたのだが、合同広告が国際的に承認されたのは、クザ一代の在位機関のみで、公認の公の在位機関における効力はなかった。クザは7年に及ぶ、在位の間、基神修道院所領の世俗化、農地改革、メートル法採用。 刑法典と未運法典整備、教育制度整備を行った。これらの改革活動によってクザは保守、自由領派と対立を繰り返すようになった。クザが支持を失い1866年2月に退位させられた後、行動を維持することを第一に考えた臨時政府は、ホーエンツォレルンジグマリンゲンへのカール講師を新たな、公に選んだ。 同年7月1日に憲法が制定され、正式に国名がルーマニアとなった。カロルの即位後、両公国の合同は解消できないことになった。サンステファの条約、ベルリン会議を経て、ルーマニア王国が独立国家として正式に列強から承認されるのは1881年のことである。ワラギアの社会制度で特筆すべきは、 奴隷制度が長らく存在したことである。奴隷対象はロマ人であった。これはイスラム勢力の支配時期は廃止されていたが、その後も存在して19世紀のルーマニア公国に至る自由主義者により、奴隷制度は廃止になったが、21世紀になってもロマ人問題はルーマニアでを引いている。以上の参考文献は英語版作成の際に参考にされたもので、 日本語版作成の際には参考にしておりません。ありがとうございます。